란 라라란 라리란 란 라라란 라리란 란 라라란 라리란 란 라라란 雨に降られる惚れたがり惚れて弾けて惨めに散って明日は心も晴れるかな天気はにわかに寂しがり風に傾く風に傾く風に
Thank you.
足元に枯れ葉が触れ季節の終わりを教えてくれた許し合って生きてゆくのがあなたの生き方なら私はとてもついてはいけません私の生き方は季節のように変わってゆく私一人が振り返る古い手紙は赤とんぼ綿の子タンポポ旅が好き
音を聞きましょう。あなたといてよかった。こんなに静か、心も透き通るわ。夢の続きなら、そっと腕まくら、とろり溶けてまどろみへ、ひとそよぎ夜風の愛しさ。
도깨를 도깨를 와 거리 거리 와 숨에 사이 레코드 しようかな 聞かせてよ 優しい言葉を まっすぐ胸に 突き刺さるような 陽炎の夜 ゆらり揺れてる 愛しいあなたの 影も揺れる 渚に続く 二人の靴跡 月の光が 影を灯す。かげろうの夜、ゆらり揺れる。愛しいあなたの影も揺れる。違うのね。違うのよ。かげろうの夜ってこんな感じじゃないのよね、きっと。うん。 悪いふれた短い糸甘い体に熟した言葉かげろうの夜揺らり揺れれば熱く長い夜の 揺らさないで優しく抱いて溢れる涙がこぼれてしまう影の夜揺らり揺れる熱く長い夜の影も揺れるやっぱり違うわ しくりこないしどっか違うのよねうん手を伸ばせばすぐに届くこんな感じじゃないのわかるでしょう少しだけ違っているのがこんな格好してるからね 歌えないのは影みたいに素敵に揺れるドレスが欲しいだから私いそいそとつっかけサンダル履いて赤いドレス探しに街に出てみたの 南ボルギーニって好きなのみんなとても忙しく脇目も振らず歩いてるだからあたし釣られてなぜか急ぎ足サンダル切れちゃった すいません靴屋さん誰もいないのかしら靴持ってちょうわよすいませんサンダルありませんかすいませんおばさんすいません
ところで天気予報によりますと、今日は夕方から雨、しかも土砂降りになるということで。え、あのサンダルでいいのよ。小さな親切、大きな世話。サンダルでいいって言ったのに、赤い長靴なんて似合うかしら。なんだかおかしな気持ち、赤い長靴履いたら、赤いドレスもすぐ見つかるみたいよ。天気予報当たったみたい。すごい。駅の前にある傘屋さんは畳屋という名前で、畳屋さんにお電話をすると傘屋さんが出ます。昔からある駅前の小さな傘屋さん、雨の日には霞んでしまって見えなくなるの。色とりどりの綺麗な傘を吊るした傘屋さん、晴れた日には散歩しながら見とれてしまう。でも雨の日にはついうっかり駆け抜けてしまう。今日こそは行ってみよう、畳屋さんにね。最後の玉入りますように。花だろうね。あれ、あら、どうなってんの。すみません、こんなに出してもらっちゃって。ドレスに変えるのどうしたらいいの。すみません、いろいろ教わっちゃって。ずうずうしかった。どうしてかしら、こんな気持ち、あなたを昔から知っていたみたい。見つめる私と見返すあなたが混じり合って溶けてゆく雨の夕暮れ。ダメよダメ、こんなところ困るわ。この次にしましょう。だって怖いわ。私そんな女じゃない。怒られるし。ほらほら、人が見てる。あんたばっかりなのに。そう？どうしてかしら、初めてなのに、あなたとずっと前
何やってんの?ホテルに入った時は一緒だったのに廊下もエレベーターも一緒だったし私っていつもこうなのよねいつも誰かに待たされて黒豆の煮方 黒豆の煮方より黒豆の煮方の方が長いのです。エンドウ豆の入れ方よりは小豆の作り方の方が長いのです。だから一番長い黒豆の煮方を読み終わるまでにあなたはきっと来るでしょう。 入れてそのまま放っておくこと4、5時間重曹砂糖塩醤油に照りさ再び火にかけて中火で煮立ててアクを丁寧にすくい取って刺身酢煮立ってアクがなくなったらごく弱火落とし蓋をして鍋蓋そのまま 7、8 時間コトコト煮ます。 そして出来上がってもすぐに食べちゃダメ一晩ゆっくり置いて味が十分に染み込むのを待ちます重曹砂糖塩醤油くってさもう読むとこないみたい外はいつしか暗い かげろうの夜もしかしたらこんな感じかもしれないかげろうの夜ってそう赤い靴赤いドレスこんな夜よきっとこんな夜なのよね言わないで悲しい言葉を渦巻く木の胸溢れてしまう陰ろうの夜揺らり揺れてる滲むあなたの影も揺れるきつく結んだ
秋に越される惚れたがり夕焼け小焼けで後ろ向きとうとう今日も終わるかな時は